What is going on, everyone, and welcome back to more Genshin Impact. My name is John. So yesterday, or a few days ago actually, was the 2.4 update, and what that included was a new area. We also got a new main story quest that we're going to be doing today. So yeah, that's what I want to do, and then we'll see how it goes. So with that said, if you guys are new to the channel, have not seen Genshin before, check the link in the description to the playlist. I actually started this game on launch day, which is over a year ago, and then every time there's like a new story or something, we'll play it, or there's an exciting event and stuff, so that's when we play it again. But if you want to watch the story from the beginning, just check the link in the description to the playlist, and it's actually pretty good. Something you should, you could just watch at your own time. All the videos are in order, and yeah. So yeah, before we start, I do play this game in Japanese voices, English subtitles, just because that's how I'm just used to, like, anime and anime games in general. But yeah, let's get this started. Have not done this story yet. Heard it's pretty good. Plus, I think we have to unlock it to get Shenhe's gear and domain unlocked anyway, so should get this done at some point. Let me make sure the audio is Gucci. Oh, never mind, we got put into a cutscene. 今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々、軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かに、そういった噂を耳にしたことがある。Dude, Ning Wang has like infinite money. It's fine. You got this. 軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり、手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状、すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でも、それ以外に3つ、ある肝心なものが準備できていないの。その3つが、名家不浄石、戦機革新、そして戦火呪符。その、僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は、十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは、軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして、戦機革新は、軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火呪符は、機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様、必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば、見つかるのも時間の問題よね。でも、兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたら、いいねで買い取らせてもらうわ。それと、三つの素材を集めるのが早かった三名には、私に質問する機会をあげる。もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りは、きっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし、来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら、その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが市場の棋戦を制することになるはず。
ついてるぞ。Maybe that's something you don't say when you know, she's right there. こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら。興味はある？ Not really, but all right. この私が知っていることであれば何でも。真実を教えるわ。本当か？じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密が分かれば、オイラたち、もう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん。教えることは可能よ。ただし、それはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行幸ってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって。あ、姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。 These people are sus。 俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな。はい。That's Shenhei. She's the current banner. I actually got her. It was not pretty in terms of like saving Primos, but we got her. おい、今の聞いたか？And apparently you need to do the story to unlock the boss needed for her to like level up and stuff, so. I'm at level 20. Actually, you know what? Yeah. ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。親分、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ。主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。 Nice guard you got there. 我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、
どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから、少しぐらい分けてくれてもいいだろう。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなと、そう言われたが、まあいい。もしかしたら、これも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に、ん、はあ、千眼軍、どうして千眼軍がここに。まさかお前が通報したのか。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を、怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。 I heard she's actually just kind of average in terms of like playable. But you know, that doesn't matter. This is a gacha game. 神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。戦国は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か精神ルリユリルリ袋。 I have all those. それらを普段は食している。 薬剤？どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに福袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力。Alright, let's do this. 神格ってもしかして。Is she just like Chongyun's sister or something? ようこそ。There's funny memes on the internet. どういった薬をお求めでしょうか。精神ルリユリルリ袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、
どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って、あ、間違いない、こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ。そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もし他の人より早く集めることができたらどんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。おう、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかは分からぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行している者を全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ。 That's sus, dude. ダメだ、どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名家不条意し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったらあなたたちでしたか。あ、白術どうしたんだ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか。あ、悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不条絵師はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲商会の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。Nature element player characters when?That is jewelry. ボッチャマ、やっと
お帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか。わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい。何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不浄石について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。持って、まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不浄石がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もらを超えると予想される。5億もら。正直この不浄の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でも、もし名家不浄石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい。誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣屋へと埋もれていった。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜坑の近くにその銅典があることが分かった。やった。でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長い。気をつけて行ってくるぜ。あり。How do I get there? Backwards and down, I think.
I don't think I've ever seen that place. This has to be a new area. It's clearly the first time we had to go there for a quest. どれどれ? Yukoaki ga itte ta basho wa kono atari da to omou nda kedo. Nani mo miyatarai na. ここ一帯に痕跡を消すための仙人の砲術が貼られていたようだ。お、oh, never mind. I've been there. It is a completed puzzle. もう一回探してみよう。あ、見ろ。さっきまでいなかったのに、あそこに洗礼がいるぞ。Alright. Yeah, I remember being here now.Level 90, Ice Geo Fire. I'm gonna be honest, my Ganyu, Eula, and Ayaka are like below average gear. Go on, Shinwo. Watashi tachi nara.さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなと雲がたくさん。おそらく我らが探しているメイカ不条石もここにあるはずだ。本当か。あれってさっきの洗礼じゃないか。見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木なんだか不自然じゃないか。まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか。これは本物の雲ではなく空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、この地に魔物の気配を感じる。I love the music in this area. It's just like, it's so good. Something tells me this is not as easy as it looks. Huh. Iza! Right. Kenyo Banjak! Huh! Dude, auto-targeting is so awful. Why? I get it that, like, phone game, or people who play this game on their phone, you need auto-targeting, but my god. Have it, make it an option for PC players. And I guess console players, too. Just make it an option in general.逃げ道はありません。ここより弱滅の時。として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。命ずるとご助力を。海のちぎりよ。
いざ天道、ここにあり。無我の境地。せっ、はっ、装置の確信があらわになったぞ。今のうちだ。裁きを受けよ。Eat it. Camera angle. Yeah!この層の守衛装置を壊す必要がある。火炎よ、燃やし尽くせ。やっ、はっ、命ずる。難攻不落。稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。ソーランの意味。判決を下す。ご安心を、あれ狂いなさい。入れよ。Of course it does.Puzzle Master. Let's go. Tenri Choku. Muga no Kyoshi. Mikirimashita. Stop. Kaen yo. Moyashite. Meizuru. Tenshin Chokuto.海のちぎりよ。天道万象。判決を下す。難攻不落。ここより弱滅の時、逃げ道はありません。いざ。敵立先陣。見切りました。裁きを受けよ。天理チョーク。入れよ。律令に従え。Oh my goodness. Oi, 見ろよ。あの遠くにあるの、名家不浄絵師じゃないか？ No.
んなに大きいなんて。それもそうだな。活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は浮上の石が活性化されることで初めてその進化を発揮する。そうだったのか。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものを運ぶときは身のあ…そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。あんな重いものを持ち上げられるなんて。Birdie, whole XP at AR-58. Let's go. We're almost there. Are we actually done? Let me just double check. I think this might be the fastest one. What I really want to do is get my Sakura tree to 50. I think it's at like 44-ish now.なんてことだ。神よ、あれほど巨大な石を持ち上げ、仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主神格。それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは私は先に失礼します。ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神格、さっきここに到着した時みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。
こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。深刻？何でもない。露天に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった。あう、そうときま。Okay. ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。おお、オイラたち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ新閣が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で新閣にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって竜王釈放神君じゃないか。どうして、行ってみようぜ。That's so far away. We got it. We're good. 神格とはもうあったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか？もちろんだぞ。それは当然。リーユエコーで長年生活するカーンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ？神格って呼んだ方が親しみがあるけど、
やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明？なぜ神格が鮮明を持っていると？え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか？その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。って、お前は気づいてたのか？っていうか、お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか？神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜恩釈放神君がいなかったら、今頃神格は…いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無散し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ？なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ？神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。
この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人？Alrighty. Probably be wrapping up this video shortly and then continuing it in the next episode. Shinkaku! Ware no koto wa mou shishou kara kiite iru na. Ui! Doushite shite iru nda? Nushira ga modotte kara neru tsumori datta no da ga.なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。オイラずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかは分からぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう！じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、神格、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。Alright, that was cool. With that said,We are going to wrap up this video now, and then we'll continue on with the story. It's actually pretty good. So I assume this is like a big one happening. So I assume there's a lot of stuff coming up. But for now, going to wrap up this episode, and I will see you guys next time.